あれだ。ボロボロだな。これが廃ドライブインで、ドライブイン丸戸跡というところですが、ここってどういうのがあるの？ここは結構ある。まあ普通に窓から幽霊見えるのと、なんか心中があったって言ってんですけど、ちゃんと裏付けは取れてないです、ね。はい、あと中にある人形が、人形、はい、なんか場所がコロコロ変わるんだったかな。ああ、じゃあハルさん持って帰れないと。いやー猫さんお土産にどうぞ。いやいや、俺人形集めてないからね。うわ、荒れてんな。ここがトイレか。トイレは大体なんか頑丈になってるね。中自体はもうタイヤとか不法投棄なのかな、いろいろ捨ててあるだけで。2階はわりかし綺麗なのかな、これ。
わ。冷却か。あ、雑誌名書いてない。ここここめっちゃ目の色変わった撮ってやろうって感じなのかな。昼はいないかな。昼は留守かな。ここ床抜けてる箇所あるから危ないな。冷蔵庫はちょっと近づけないですね。これがさっき外から見てるとパカパカしてた冷蔵庫ですね。奥の部屋は、冷蔵庫の方いけねえかな。ちょっと危ないかな。これが冷蔵庫です。風で風で動いてます。よし戻ろう。なんかドライブインって言われるドライブイン感は特にあんまないですね。